ブンブン。ハロー YouTube。どうも、まさるです。今回は先日発売されたばかりのファーウェイの新型フラグシップモデル、Mate 10 Pro の AnTuTu ベンチマークの結果をご紹介します。ちなみに AnTuTu のベンチマークですが、Snapdragon 835を搭載した Xperia XZ1 などは18万点。ファーウェイの以前のフラグシップモデルに搭載されていたキリン960を搭載した P10 などが15万点でした。そして Mate 10 Pro の結果はどうかというと17万5000点となっています。ですので Snapdragon 835を搭載した Xperia XZ1 の18万点には届かないものの、体感速度的にはほぼ同じと言えます。ただ一つ前の型番であるキリン960が15万点でしたので、キリン960の登場から1年経って登場したキリン970のスコアが17万5千点というのは少し伸びが悪いようにも感じます。ただ今回のファーウェイ Mate 10 Pro に搭載されているキリン970、最大の特徴としては AI の処理速度を上げたところにあります。ですので実際の体感速度的には960から970への AnTuTu のスコアが2万点ちょっとアップした以上の体感速度が得られるかもしれません。今回は以上です。この動画の概要欄に今回ご紹介した Huawei P10 Pro の販売店のリンクを掲載しておきます。こちらの端末のスペックや価格などが気になる方はそちらからチェックしてみてください。またこのチャンネルでは今後も Huawei P10 Pro の情報をいくつか発信していきたいと思います。よろしければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。